中日オランダ大使館は、オランダが日本の首都東京に設置している大使館である、在東京オランダ大使館とも、日本に常駐するオランダの外交代表の歴史は、ヨーロッパ諸国で最古の部類に入り、17世紀、初頭まで遡ることができる。徳川家光の知性で日本との外交関係が、途絶した、スペインポルトガルド国連王やイングランド王国を、除けば、 オランダは日本に外交代表を常駐させていた最も歴史の古いヨーロッパの国である。安土桃山時代から寛永年間にかけて日本はポルトガルと緊密な貿易関係を築いていたが、幕府はまずスペイン及びイングランドとの外交関係を断った後、 島原の乱の地圧後には緊密な貿易関係のあったポルトガルとの外交関係をもたち、これにより日本ではヨーロッパ諸国とはオランダのみと外交関係を維持する鎖国体制が完成した。幕府が依然ポルトガルとの外交関係を維持していた1609年、オランダ人商人やクススペックスが非前国平戸にオランダ商館を開設して初代商館長に就任した。 当時、日本との二国間関係が、最も古く貿易関係が深かったのは、ポルトガルだったため、ヨーロッパ諸国の召喚長はポルトガル語にちなんで、一律に、カピタンと呼ばれるようになった。1619年20代で、平戸のオランダ召喚の料理人として着任し、その後は、通訳や召喚実績、召喚長代理など次々と出世した、フランス系オランダ人のフランスワカロンは、 1639年から1641年にかけて一時的な召喚閉鎖の浮き目にあいながらも幕府と協調しつつ召喚長として奉職した。同時期に幕府はポルトガルと断交し断交後には通商再開を協議するため来日したポルトガル人を処刑している。平戸に常駐した最後のオランダ召喚長は初めてオランダ風雪症を 公術引きして幕府に提出したことで広く知られる、マクシミリアン・ルメールである。日本がポルトガルと断交したことにより、それまでポルトガル召喚が置かれていたデジマが無人となっていたが、1641年にカローン召喚長が幕府による平戸からデジマへのオランダ召喚移転要請を承諾し、これを受けて公認者のルメール召喚長が同年内に召喚を、 非全国デジマへ移転させた。官営年間に開かれたデジマのオランダ召喚は、ナポレオン・ボナパルトのヨーロッパ征服により、オランダが本土を喪失した時期も含めて維持され、幕末の安政年間まで200年以上にわたって存続した。安政年間には、最後の召喚長、ヤンドン・ケルクルティウスにより、日蘭和親条約や日蘭追加条約の締結や軍艦二隻の発注、 長崎海軍練習所の設立などが相次いで執り行われた。1859年、江戸の西王子境内に史上初の中日オランダ公使館が置かれた。1867年末に勃発した江戸薩摩判定の焼き打ち事件により西王子も延焼、全焼したため、オランダ公使館は品川の長王寺へ移転し、オランダのディルク・デグラーフ・ファン・ポルスブルック代理公使らは、 超王事で明治維新を迎えた。1868年、ファン・ポルスブルックは維新後も引き続き代理講師として留任することを明治政府に認められ、同年内には便利講師に昇進している。最後の中日オランダ講師は JC パブストである。パブスト講師は日蘭関係が史上最悪の険悪期に至った1942年のライン作戦発動まで、 講師の任にあったが、外交努力により日蘭海戦を阻止することは叶わず、両国は戦争に突入した。オランダにとってのみならず、オランダ両インドに侵攻した日本の側にとっても歴史認識問題を抱える原因になった。1942年から1945年にかけての日蘭戦争期を指して、中日オランダ大使館の公式ウェブサイト、日本語版は、 歴史の闇と称している。連合軍占領時代の1946年9月4日、第88回帝国議会会員式で、昭和天皇が、人は終戦に伴い不幾多の感覚を克服し、国体の成果を発揮して、真偽を世界に指揮平和国家を確立して、人類の文化に気をせむことを、危機との直後を可視し,し、平和国家として再出発することを宣言。 平和国家宣言は単なる昭和天皇の意見改陣にとどまらず、同年11月3日の日本国憲法公布、翌1947年5月3日の憲法施行という形で法的に明文化された。1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約の発行により日本国が独立したが、オランダも同条約締結国のうちの一国であり、 同年8月26日、オランダにおける批准を経て、日蘭両国の外交関係が回復した。その後、中日オランダ大使館として再開され、1953年から1959年に、かけてオーロイヒリンが、初代中日大使を務めた。2019年9月18日より、ペーター・ファンデルフリートが、特命全権大使を務めている。ありがとうございます。